皆さんこんにちは、オペラ歌手の押川博史です。今日もですね、イタリア古典歌曲の、今日はオンブラマイフという曲を、一緒に勉強していきましょう。このヘンデルが作曲したオンブラマイフですね、このオンブラマイフだけで演奏されること非常に多いんですけども、もともとはオペラの中の一曲です。はい、セルセというオペラですね。普段はこのアリアのところ、から演奏されることが多いんですけども、おなじみのテーマですよね。この前のレシタティーボも、少しやってみたいと思います。はい、それではですね、いつも通り、まず歌詞を読んで、そして、リズム読みをして音をつける。はい、これが一番、手っ取り早いです。はい、言ってみましょう。フロンディテネーレエベレデルミオプラタノアマートペルヴォイリスプレンデイルファートというふうになります。最初のところですね。これ歌うときにフロンディテネーレ、テネレじゃなくて、本当は、テネレですね。フロンディテネレ、音をつけるとテネレというふうに、なります。じゃあここまでリズム読みしていきましょう。いきます。フロンディテネレエベレデルミオプラタノアマトper voi risplende il fato om om という風になります。もう一度いきましょう。で、レシタティーブのところ最終的には少しこの拍通りの、リズムから外していくんですけども、まずは書いてある拍通りにやるのが、間違いないと思います。3,4 フロンディテネレエベレDel mio platano amato per voi risplende il fato パンパン。はい、では、次のところを次のセクション読んでいきましょうね。Tuoni lampi e procelle non voltraggino mai la cara pace ne giunga aProfanarvi austro rapace というふうになります。もう一回読みましょうね。トゥオーニ、ここでは、大きい音のことなんですけど、トゥオーニね、なんだけどこれ雷ですね。トゥオーニランピ、これ明かり、ランプ、明かりのことなんですけども、これはここでは稲妻ですね。ランピエ、エは、ここはアンドの、そしてエ、この絵の上に、E の上にちょんとついてるやつはエッセです。B 動詞ですね。違いがありますので、混同しないように気をつけましょう。プロチェッレ、嵐。ね。ノン・ボルトラッジーノ。はい。これ、オルトラッジーノ。これは、接続法ですね。三人称複数。ね。ちょっと珍しい、変化形ですね。ノン・ボルトラッジーノ、マイ。前、決してないないないですね。ラからパーチェ、このラとかイルとかは定冠詞なのでそんなに強くしない。ラからパーチェ、並列しないようにしましょうね。ラからパーチェにならないように、よくなんかウェブなんかでカタカナが振ってる、ね、ものがありますけども、それはちょっとね、ラからパーチェになりやすいので、ラからパーチェじゃなくてラからパーチェ、ラからパーチェです。語感が全く違いますので、ラからパーチェにならないように気をつけましょう。ラからパーチェ。ね。ね。こういうふうにちょんって、上の方にちょんってついてますね。ね。ねじゃなくて、ねです。ね。ジュンガアプロファナルヴィ。アウストロラパーチェです。はい。この、あとは、R ですよね。エッレって言うんですけども、イタリア語で R のことをエッレと言います。最初に来るとき、そして最後に来るとき、あとは子音ですね。子音がお隣にあるときにはだいたい2回巻きですね。ラパーチェ、ね、で、母音に挟まれているときは1回巻きです。ここにあるかな。あ、
テネーレ、テネーレ、テネーレにはなりません。テネーレですね。はい。母音に挟まれている時は1回巻きです。それぐらいかな。じゃあここリズム読みしていきましょう。いきます。3、4。トゥオーニ、ランピ、エプロチェレ、ノンボルトラジノマイ、ラカラパチェ。ネジュンガプロファナルヴィアウストロラパチェポンポン。もう一回いきましょう。シーイチトゥオーニランピエプロチェレノンボルトラジノマイラカラパチェネジュンガプロファナルヴィポンポン。アウストロラパチェポンポン。はい、音つけてなかったですね。最初から音つけてやりましょう。歌詞を読んでいきます。オンブラマイフーディヴェジェタビレカラエドアマビレソアーヴェピュー。終わりです。デシタディーボの方が長いですよね。このアリアに入ってからの歌詞、まあ、これをね、まあ、別名ラルゴってゆったりとという意味なんですけども、というふうに呼ばれている通り、歌詞は少ないです。この歌詞をずっと引き伸ばして、おーんブラーマイフ、そんなに長くないですけどもね、というふうになります。じゃあ、もう一回読みましょうね。オーンブラマイフー、この時にフウオの口でオウフーにならないようにしましょう。オンブラマイフーにならないようにしましょう。オンブラマイフーフーですね。フーディヴェジェタービレ、ヴェジェタービレで一つの単語です。一つの単語はハイフンでつながれているのが一つの単語です。ディヴェジェタービレですね。はい、ヴェジェタービレ、これ成長するという意味です。カーラエッエッアマビレ、ここちょっと見てください。カーラ、カーラで愛しいね。エはアンドなんですけども、次に母音が来るとき、エの次に母音が来るときはエじゃなくてエッになります。そしてカーラエダマビレ、エアマビレじゃなくてエダマビレというふうになります。これは、ね、単純に言いにくいからです。カーラエアマビレだと言いにくいからエダマビレ、はい、このエッドの D に意味はありません。ただ言いにくいからエダマービレというふうに、イタリア語ってこういうの多いんですよ。エダマービレソアーヴェピューピュー、はい、ここのピューはピューですね。もっとですね、ピューオンブラマイフー、あとは一緒ですね。じゃあ、リズム読みをしていきましょう。2、3、1。オンブラマイフーですね。次、ディヴェジェタビレカラエダマビレソアベピュー、はい、です。じゃあちょっと音をつけてみましょう。
と先まで行っちゃいましたね。リズム読みをしてないところ行きましょうね。行きます。1、2、オーンブラマイフディベジェタビレカラエダマビレソアベピューカラエダマビレオンブラマイフディベジェタビレカラエダマビレソアベピュチャララフェルマータです。でソアベピュ、はい、というふうになります。何箇所か難しいところありましたね。オムラマイフディベジェタ、トリルが入るところがあります。カラエダママビレ、ピロ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 って音を動かすトリルというテクニックがいります。カラエダマビレソアベピュカラエダ、あとはですね、一番最後のフェルマータ、フェルマータ、約2倍ぐらい伸ばすんですけども、もともとバステっていう意味ですよね。ソーファピューで自然に切って、ソーファピューというふうになります。最後のセクションを、今リズム読みしたところを音をつけていきましょう。入れ方が一箇所難しいところありますね。次です。からえだまびれそうあべピューというところですね。ここだけからえだまびれ、はい、こんな風に、リエゾンしてゆったりと歌う、こう少し言葉の入れ方が難しいかと思います。はい、というところでさらっとでしたけども、今日は、イタリア古典歌曲、毎回言いにくいなこれオンブラマイフを一緒に勉強しました。ダメだ、ご視聴ありがとうございました。さよなら。